こんにちは。今回は前回に引き続きグラストール討伐戦の様子を録画しました。敵のレベルも1を超えてバインド攻撃が厄介になってきたので、イヤイヤバーユをメンバーに加え、その反動でケロロボが更迭された以外は前とパーティー構成は変わってません。基本戦略は1、バインドされたらすぐ回復できるポジションにバーユを配置しとく。2、中盤の敵にターンエンハンスはダブルハートのバインドでやり過ごす。3、最後の敵エンハンスはアテナの無敵で乗り切ってロボのスキルが使えるようになってたらラッキーという、サザエさん並みの豪華3本立て。ケロロロボットリーダーみたいな攻撃力は強いけど、敵の攻撃に対抗するためにはリーダー枠をアテナにして防御スキル要因を3体にする必要があったんだよね。なので瞬間火力は下がってますが、スキルブーストとか気にせずに最後まで安定して戦えるので、こっちの方がいいかなと思いました。アムルタートのバインドはチェーンスキルなのと2ターンのバインド効果があるので、中盤のエンハンス攻撃には効果は抜群。敵の攻撃力を下げた方が安定するけど、無特性縛りで考えた結果妥協しました。ではまたどこかでさようなら。